ヨッピー、あゆみです。はい、ってことで今緊急で回しております。なぜなら第6節の一発戦で後半の途中で出たんですけど、担架で運ばれて膝が痛くて、まあ、とりあえず診察を受けてきて、診断結果が出て、なんと前十字靭帯断裂してました。歩けるし膝痛いくらいみたいな感じだったんで、切れてはないかなって自分の中で思ってて、結構 MRI 撮ってお医者さんに診察してもらって、切れてるねって言われて、あ、マジかみたいな、そうだよな、切れてるよなってなって、まあ落ち込んだんですけど、自分7年前にもトップ上がってすぐに左足首の靭帯を断裂して、まあ、手術して全治6ヶ月だったんですけど、そのお怪我をして、その時になんかこんな大怪我をまたしたらもうしたくないなって思ってて、サッカーをきついトレーニングして復帰するまでがすごいきつくて、手術後もめっちゃ痛いし、まあ、でもその時もそのサポーターとかやっぱ応援してくれてる人がいたから、まあ、乗り越えられたっていうのもあるし、自分の中では多分決まってたんですけど、今回の怪我をした時もやるだろうなみたいな、今やめたら絶対後悔するって分かってるから、でもなんか、まあ、逃げたい自分もいるっていうのが本音で、でもなんか自分に負けたくないし、自分は、まあ、応援してくれてる人もたくさんいるし、だから手術して、まあ、復帰すること決めたんですけど、まあそう簡単じゃないと思うけど、まあ周りでもいっぱい前十字切ってる人もいるし、ミーとかミーですら乗り越えられたなら大丈夫っしょって思うから、ダメんなまあこんな歩みだから大丈夫だよね。もうね、切り替えが早い早いいや、さすがにね、泣いたよ自分も、さすがに泣いた。言われた時悲しいっていうより悔しさの方が強かったかな。だからなんか、なんだろう、悔しいし、今離脱するのもっとみんなと一緒にやりたかったなって思うし、あと3試合で100試合だったんだよ。しかもみっちゃんと7年前に一緒に同期で入って、最初ライバルとしてやってて、まあね、今はもうここ何年だ、 3,4 年くらいはセンターバック組んでずっと一緒にやってるんだけど、みっちゃんともう同じだったわけ、ずっと100試合目前まで。で今これやん、本当になんか逆に持ってんなって思って、あーなんか来年もやれよみたいな言われてんのかなーみたいな思ったりね。まあ、みっちゃんとは一緒に100試合迎えられなくなっちゃったけど、まあそれは知らないし、自分らしく頑張っていこうって思うので、これから動画、歩の入院生活とかリハビリとか載せられたらなって思ってるので、応援よろしくお願いします。歩はもう前向きに向いてるので、大丈夫とかじゃなくて頑張ってねとか、なんか明るい感じに声かけてくれたら嬉しいです。今週末の試合も行くので応援メッセージ待ってます。マジやばくね、前十字って何それ。歩が切るって思わなかったよね、映像見てて自分はやったなって思った、うん、パキって聞こえたしね自分も、うん、うわやったかもってその時思ったわけ。でもいや立てるって思ってこう立とうとしたんだけど、なんか生まれたての小鹿かのように倒れた。その一歩がさ、うん、本当に動かないでって思った。まあスポーツやってれば怪我もつきものだし、よりメンタル強くなるわ。バケモンやん、これ以上強くなったらマイナスになるんじゃなくて明るくなれたらなって思うから、前向きに頑張りたいと思います。そんな感じでご報告でした。緊急のご報告でした。え、びっくりしたんだけど、え、なんで、お邪魔します。ガメツガメツガメツ、お前がなかった、わかりやすすぎみ、ほんとにもう誰か来るって思った。やっほー、やっほー、お疲れ様です。切れてました。
様です。お疲れ様です。ありがとうね。お詫び金、お詫び金。お詫び金。お詫び。どんまい金だよ。カオスマジで本当にカオス。ちょっと泣かないでもらっていいみんなで。慰めに来たのにさ泣きすぎだから本当に。本当に勘弁してみや。今さ一つ言うと前来てさ、さっきカオス状態だった3人でさ大泣き。カオス状態。今日外まで聞こえちゃったけどね。マジ。はい、ってことで今週末の告知をしていきたいと思います。じゃん、今週はトモズ絆マッチでーす。4月30日日曜日2時キックオフ VS ハリマアルビオン、会場は味の素フィールド西ヶ丘となっております。トモズ絆マッチということでトモズブースがあるんですけど、今回のトモズブースでは体力測定で握力と跳躍力と骨の測定を無料でやってくれるみたいです。無料ですよ、そんなん自分の体ちょっと見てみたくないですか。だからみんな測定しに来てくださいね。とあゆみはこれマジ激推しなんですけど、フェイスシールがつけれるんですよ。ほら気づきました、もうつけてるんですけど、まあ、自分の背番号をね、デスフィードでしょ、ハートとトモーズのシール、え可愛くないですか。これつけて応援できるって結構なんか気分もアップっていうか、自分はこういうのめっちゃ好きなんで気分上がってます。これも無料でつけてくれるのでマジでつけてください。可愛くなれるから、これつけてるだけで。楽しいイベントやってるのでぜひ会場に来てください。トモズ絆マッチです。今週はいつもありがとうございます。本当にみんなでぜひこれつけて勝ち点3取りましょう。でもう一個告知っていうか紹介したいものがあって、まあ何ヶ月経ったんですけど YouTube どうにか広めたいなって思って、みんなに笑顔をね届けられるようにサポーターの方に手伝ってもらって、あゆみのなんていうんですかイラストを描いてもらって、それを名刺にしたんですけど、めちゃくちゃ可愛いんでちょっとお見せしますね。じゃん、めっちゃ可愛くないですかこれ。イラストもあゆみがこんな感じがいいですみたいな言ったら、それ以上のクオリティで描いてくれて、で名刺もこんな感じで作りたいんですよみたいな相談して、そしたらもうこんな可愛い表紙にしてくれて、でこの QR コードはもちろんあゆみの YouTube に飛ぶようになってるんですけど、マジで可愛くないですか。あゆみっぽい名刺みたいな感じになってるので、みんなにマジでもらってほしいなって思います。でトモズブースに置いてもらえることになったんで、見に来てくれるだけでもいいので見に来てください。マジで可愛いんで。で裏はもうシンプルで、インスタとスフィーダのホームページとツイッターに飛べれるようになってるので、ぜひこちらを持ってこちらからあゆみの YouTube に飛んでチャンネル登録してください。マジで可愛い、本当に本当に可愛い、本当にありがとうございます。はい、ってことで4月30日はぜひ味の素フィールドに来てくださーい。待ってまーす。またねー。絶対来てね。絶対来てね。待ってるよー。